社会保険労務士の奥野と申します。60歳以上の役員さんの場合、年齢的には老齢厚生年金を受け取れる年齢になっていたとしましてもね、報酬が高いため実際は老齢厚生年金が受け取れていないと、こういう方が非常に多いと思います。そこで私どもではそういったお悩みをですね、解決できる役員報酬最適化という情報をお伝えしております。役員さんの役員報酬年間総額は変えないんで、支払い方だけを変えることによりまして、支給停止になっている老齢厚生年金を受けることができるようになると、こういう情報なんですね。もしご興味がある経営者の方いらっしゃいましたら、お問い合わせください。